はい、こんにちは。はい、今日はね、はい、10月の23日土曜日のもう2時50分です。はい、今日の動画、昨日に引き続きまして、TRD のね、コンソールボックスの、肘当ての、クッションの紹介です。で、今ちょっとね、まあ袋から開けずそのまま上から置いてみたんですけども、こんな感じとなっております。はい、こんな感じですね。前ね、面合わせて、だいたい面合わせてのこの位置なんで、まあ幅的にはさほど問題ないかと思います。ですが後ろね、これだけ、約どれだけ、10センチぐらい、もう隙間空いちゃっています。こんな状態です。やっぱね、レビューした人、写真上げてたんですけども、その人と同じでしたね。後ろが開く。下手してね、こう、後ろつけると前がね、こんだけぐらい、まあ10センチぐらい開いちゃうんですね。これもこれでダサいんですよね。どうせならこう、中間を取るか5センチ5センチで、それかもう前の面に合わせて取り付けるかって、そんな感じになります。で、木の板を後ろにつけるっていうのはこれにしようかなと思ったんですけども、これだと、あ、これもちょうどいいんだね。これだと、ゴムのね、このゴムの調整が効かないんで、もうの、伸縮できる幅と長さって決められてるんで、大体ね、こんなの。ピッチャーなんで、多分、これには、無理かと思われます。なので、もうこれ、もうこれ、コンソールボックスオンリーなやつですね。本当に。まあ、肘乗せた感触としては非常に楽ですね。まあ、純正のこれでもいいんですけども、これはちょっとね、なんだろう。クッションの下に、ちょっと何このプラスチックね、こいつがあるんでね、ちょっと硬いのが目立ちますけども、これだとね、倍、クッション性が増して2、3倍ぐらいね、気持ちいいですけども、サイズが合わないのがデメリットですね。メリットは非常に安い。600円台で買える。650円ね。まあ中国から発送ですけども、送料は無料です。ですが、サイズが全く合わない。さすが中華。よく俗に言うみんなね、大陸製とか言って、俺は中華製なんですけどね、同じですけどね、大陸でも中華でもね、こういう風な感じです。なので、なんかこういう風に、まあ前に辛い位置つけたとしても後ろが開くんで、こんな状態だとなんかね、車外から見るとね、風きついんですよ今日の話は。こういう風な感じでなっちゃうんですね。非常にダサい、ダサい感じになります。ちょっと 1,2 秒ぐらいちょっと顔映っちゃいましたけども、なのでね、これはちょっとポイかな、ポイっていうか捨てはしないですけども、つけることはない。ただちょっとね、どんな感じかなと思って安かったんで、 TRD にしてはね。まあ中華製がほとんどなんですけどね、こんなもん。試し動画でちょっと買ってみたって感じです。オーキテの K9 Pro と一緒です。動画用に買ったっていうだけなんで、やっぱ、レビュー通りですね。レビュー通りの品質ですね。サイズが合わない。はい。一件落着。こんだけも合わないとはね。何も使えないね、これ。はい、今日は非常に長いような短いの、ね。まあ4分なんでね。まあこんな感じの、TRD の、肘当てのクッション、コンソールボックスの肘当てのクッション材の紹介でした。まあ、よかったら、試しに買ってみてみるのもいいんじゃないかなと思います。
条件ですね。もうコンソールボックスが、この、コンソールボックスの TRD のこのサイズに合うやつじゃないとかっこよくないです。まあクラウンとかね、マーク X とかはもう多分70系の70のカムイもそうかと思うんですけども、多分こういう長いコンソールボックスには不向きな、商品です。なのでね、あの K の車はもっとちっちゃいか、まあセダンでもどうだろう、まあ、旧型、今旧型でも今販売してますけども、カローラアクシオとかね、フィールダーとかどうだろうな、これぐらいのサイズなんかな、でかすぎるか、もっとちっちゃいかもしれんな、純正のコンソールボックス。まあ、ちっちゃいと結局こう折り曲がる状態になっちゃいますよね。それはそれでまたダサいんですけども。はい。では、今日はこれで終わりたいと思います。レビュー通りのさすが中華製という品の品質でした。非常に短くて使い物になりませんでした。まあ、動画用なんで別にいいです。はい。では、ご視聴ありがとうございました。木曽さんまりんでした。今日は、大野市のアリオン1461木曽どっか出払っていませんでした。はい。以上です。